どうも、マッシーです。今日も楽しく法律を勉強していきましょう。今日のテーマはこちら、近鉄生駒トンネル火災事件です。坂道のある街が好きなのはなぜなのかっていうのを突き詰めてみると、耳を澄ませば君の名はの影響があるのではないかと考えていますね。さて今日はそんな坂道の街、石切駅のすぐそばにあるトンネルで起きた事故を紹介したいと思います。トンネル工事の施工者がミスをした場合に法律上どのような責任を負うのか、この点を知っておくことは皆さんの人生にとってきっと役に立つと思いますので、最後までご視聴いただけたらと思います。ではどんな事件だったのか見ていきましょう。昭和62年、近鉄東大阪線の生駒トンネル内で火災が発生し、乗客1名が死亡、42名の乗客らが障害を負うという事故が発生しました。警察はトンネル内の電力ケーブルの接続工事を行っていた下請け業者の代表者を逮捕し、検察は業務上失火と業務上過失致死傷罪で起訴しました。検察側は、被告人は2万2000ボルトの特別高圧電力ケーブルについて分岐接続工事の施工をするにあたり、施工資格を有しているにもかかわらず作業手順を読むことなく、また分岐接続機の部品が全て揃っているかどうかを確認しないまま工事に着手していました。そのため分岐接続機本体が燃焼し、今回のような事故が発生しました。被告人には注意義務があったと思いますと主張しました。これに対して被告人は、火災発生の原因は分岐接続機の本体に有機電流が流れた結果、接続機に炭化導電路が形成されたことによるものであり、炭化導電路が形成されることは予想することもできませんでした。なので火災が発生することも予想することもできませんでした。分岐接続機の本体の燃焼はゆっくりと進行し、通電開始から火災発生に至るまで500日はかかっています。専門家も炭化導電路が形成されることについて、これまでに経験したことがない現象だと言っています。私には何の落ち度もありませんと主張しました。そこまで。これらを受けて最高裁判所は、近鉄東大阪線生駒トンネル内における電力ケーブルの接続工事に際し、施工資格を有してその工事にあたった被告人がケーブルに特別高圧電流が流れる場合に発生する有機電流を設置するための大小2種類の設置銅板のうち1種類を分岐接続機に取り付けるのを怠ったため、有機電流が第一に流れずに本来流れるべきでない分岐接続機本体の半導電装部に流れて炭化導電路を形成し、長期にわたりその部分に集中して流れ続けたことにより今回の火災が発生したものである。被告人は炭化導電路が形成されるという経過を具体的に予見することができなかったとしても、その有機電流が大地に流されずに本来流れるべきでない部分に長期にわたり流れ続けることによって火災の発生に至る可能性があることを予見することはできたはずである。よって被告人を有罪とすると、決定を下しました。今回のケースでは、火災が発生する具体的なメカニズムについて被告人が
予想できなかったとしても、その経験と知識から火災が発生する可能性があることを十分に予想できたことから、被告人に有罪判決が下されました。工事のミスによって事故が発生した場合には、民事上の損害賠償などの責任を負うだけでなく、刑事上の責任を負うこともありますので、十分に注意する必要があるでしょう。以上、エンタメ法学でした。ではまた。